また、ご利用先行等その他ご連携ございましたら、車掌近くを通りましたら、次に停車いたします。小森駅の周辺には臨海道路がございません。どこに通じる道路もございません。では何とないところに行くのかと言いますと、この伊川線の終点になりました伊川が門前とする際、従いたちの近づけとなっていたところです。現在駅の周囲は誰も住んでおらず、最近出張本来まではこのような駅の周囲に臨海道路がない何とないような駅を経営しておりたいですが、次の小森駅はこの駅の中でも列車ホームに入ることをやっています。まもなく小森に到着です。この道は右側です。停車時間が短くなっております。お乗り口様以外の方はお連れできますが、車内でお待ちください。お乗りに到着です。お出口は右側です。お待たせいたしました。次は関東関東です。次の関東駅では2回全駅列車とすれ違い交換いたします。この先、トンネルを3つ抜けますと、列車は鉄道日本一の高さを誇る高さ 70.8m ある吉野川鉄道を通過していきます。次は関東駅の方です。また、ご覧いただきますと、した流れる運、関の沢の新設がご覧いただきます。また、窓の外に帽子、メガネと落とさないよう十分ご注意ください。この関の沢の周辺の新設もただいま見頃となってきております。現在ただいま、鉄道日本一の高さを誇る高さ 70.8 メートルある関の沢鉄橋を通過しています。ここは左右に関の沢の渓谷や新緑が楽しみいただけます。どうぞ窓を開けて下への景色ご覧ください。なお列車はこの関の沢鉄橋を確認、こちらの町、灰原郡川根本町から静岡市川根へと入っていきます。それでは当たりました鉄橋は鉄道日本一の高さを誇る高さ 70.8 メートルある関の沢鉄橋でした。ご乗車ありがとうございました。お客様、乗車券は車掌にお渡しください。 ご乗車ありがとうございました。線、関東駅から路線バス、関東線、天神駅前駅弁と間に合いになりますと、終点の天神には12時20分の到着予定となり、そしてよりも折り返し11時20分の天神駅よりも約1時間ほど早く天神に行くことができます。そのため天神駅はなお、この江川鉄道井川線南アルプスアルトライン、この井川ダムのダム建設材運搬用鉄道として作られております。右側前方に見えるダム、中部電力井川ダム。ダムの高さ103メートル、幅243メートルある中空重力式ダムで、ダムの中が空洞になっている非常に珍しい構造のダムです。まもなくのご乗車ありがとうございました。まもなく終点以降は2階に到着です。2階駅のお客様、乗車券は駅改札口で係員にお渡しください。2階駅改札口、この列車になりまして、後ろ側となります。なお、折り返し次の2階車と先頭の駅列車を取り込むは、11時30分、11時お出口は右側です。終点です。頭の